茶と片付けっぞ。残さずバラしてやるよ、悪霊ども。やれねえんでな。
ズ。いい加減こいつらも見飽きたぜ。ガッツ、すまねえリッケルト。その前にキャスカはどういうことだ。どういうことだリッケルト。一月ほど前のことだよ。長い行動暮らしでキャスカはかなり参ってて、気がつくとお姉ちゃんいなくなってたの。日が暮れるまでは。だがリッケル、キャスカがどんなだかはよくわかってんだろう。これからしんみり大往生決め込もうって時に騒がしいバカが帰ってきやがったぜ。まあ死に目に会えたんだ。神様の粋な計らいってやつだな。刃こぼれ、さび、歪み、10年使い込んだってこうはなんねえ。化け物とやり合ってんだからまともじゃねえよな。だがな、そのわけが仇討ちにしろ復讐にしろ、まあ聞け、死に際のじじいの繰り言だ。おめえの心にはでっけえは。わからねえよ。あんたにはわからねえよ。誰にも。人間には。死んだ。一人残らず、何の脈絡もなく、唐突に、みんな若かった。生きてりゃなんかやれたはずだ。そのかけがえのないもの、最後に残ったかけがえのないものの傍らにいて、お前は一人、自分の憎悪で見、おめえにリッケルトを責める資格はあるのか。肝心な時になると、おめえは一人を選び、無数の刃こぼれと血でぬめり錆びかけの致命。さて。追っ始めるか。これはお墓だよ。人数分には程遠いけど、練習を兼ねて俺が作ったんだ。俺が憎しみ続けてる間、リッケルトはこれを、こいつらしい健やか。行くぜ。
襲ったのが俺で残念だったな。お宝はあるんだろうな。上玉がいたら教えてくれよ。ここは守んなきゃね。食い物をよこせば命までは取らねえよ。ください、お願いしますだろう。目にもの見せてやら。終わりなんだな。命をかけるなんざバカのやることだろう。
リッケルト。ううん、俺の方こそごめん。気が気でないのは分かってるけど、今夜はここでゆっくり休んでよ。逃げたんじゃねえ、逃げられねえんだ。この右目に最後に焼き付いたものから恐怖、あがないねえなら、逃れられねえなら、こいつで身を焼くしか、敵を焼くしかねえんだ。だが鼓動の言う通りか、あいつを鷹野だ。俺たちが一番大変な時にそいつはここにいなかったんだ。お前はもう抜け、連れてけよ。無理やりでも何でも、今度お前は自分の戦をするんだろ。とうの昔、自分から始めた戦だったよな。こいつは俺が自分から挑んだ戦だ。あの日々のかがり火はまだ胸を焦がしてる。俺が黒い炎に飲み込まれるのをギリギリ踏みとどまなんてこって、俺はまだクリ、まだそうとも知らずに、まだだ、まだ遅くはねえ。最近黒い剣士、うるせえ、結構気に、ガツ、援護は俺に任せとけ。こう見えても俺、なんだそりゃ、化け物どもに妖刀ず、ベヘリットって天使を呼び出す魔法の石で、天使は力と引き換え、じゃああの使徒たちはみんな一番大切なものを、体がガタガタ、もうしょうがないな、ガッ、ご精が出、いや、ね、いや、そうなんだけどね、なんか鉄、いや、いいよ。五道の親方が倒れて、そしてキャスカがいなくなってから、エリカは一度も笑ってないんだ。それがあんなにはしゃいで、いやそんなことないって。まあガキンチョに遊ばれるのは得意なんだけど。それにガッツのことも、ガッツがここを飛び出していった時、俺どうしようもなく悪い予感がしたんだ。ガッツに生きて会えるのか、もちろんそれもガッツがもう俺の知ってるガッツ、でもガッツは戻ってきた。血相変えてキャスカのことを心配して、それはパックのおかげであるところも少なくないと思うんだ、きっと。君が一緒にいるってことはまだ、ティヒ、なんか照れちゃうぞ、あんましマジ顔で言われ。靴屋の小人ならぬ鍛冶屋の小人か。あいつめくるたびに、親方、無茶だ。だっとり、リッケルト、あれはな、あれは戦で家族を亡くした戦災孤児だ。生まれてこの方、鉄のことしか知らねえ俺を、随分とまあ人間らしくしてけどな、やっぱり死ぬ、いい剣ってのはその鉄こそ最高の鉄、たとえ亀裂、
ゴード、あんたいい鍛冶屋だ。抜かし。2年も前のことだ。私は黙示録にある闇の鷹の調査を願い出て、五度太陽が死せるとき、新しき古き名の都に御使いは闇の鷹なり、聖鉄砂騎士団を率い、闇の鷹と目される黒い剣士を追った。嘘よ。いるはずがねえか。この世にあらざる者を目の当たりにして。団長、どうかしたん？なんでもない。騎士団といえど実戦経験のない貴族の集まり、黒い剣士を相手に多くの死傷者、そして新しい異端審問官護衛の際。さて、あなた方が私復讐だ。貴様は村を邪教徒の隠れ里と抜かして村人全員を焼き殺しやがって。確かに不幸にもそのようなことがありました。しかし何が公正だ。俺たちはただ飢饉で寺院へのお布施を一時的に中断すると申し出ただけだ。天誅だ。貴様にこそ天罰を下し。天誅、天誅だと抜かすか、この不心得者が。僧侶に弓引く廃墟者の分際で、こともあろうこの地上では、我が法王朝ファルネーゼ殿、貴兄はこの者たち僧侶殺害を企てた者には家計化者ご名答。素晴らしい。さすがは栄えあるせ、私の権限をもって判決被告ず。異端審問官。